とかいつも学校がつかない僕は君へのサプライズもすくばれてしまうし今時の歌も歌えるわけじゃないけど誰よりも君がただ大切なんだ君がずっと笑っていてくれるならこんな僕も悪くないか貴様が昇る前にふと目が覚めた隣で君は寝息を立てて眠ってるその寝顔に愛さを覚えたと同時になぜだか少し怖くなってしまった私も今君が突然死んでしまったらそんなことが僕の頭を駆け巡ったおそらく昨日の夜僕らが眠る前一緒に見ていた映画のせいだろう近くに過ぎて屋上になるもう一人じゃ生きられない抱きしめるよ窓の風を
のとと言います。よろしくお願いします。いいっすね、ぬくもりハーモニー。なんかやっぱ名前の通り本当あったかいなって思います。ぬくいね。ぬくいっす。ぬくいって方言ですよね。ぬくたいね。ぬくたいですね。どんどん本当に今日はね、うん、すごいもう最高のメンバーなんで、ね、もうさっきなんだ最後にねスペシャルセッションというか、うん、あるんですけど、もう気持ちよくて気持ちよくて、もうこれだけやって帰っていいじゃないか、そのぐらい本当に、ね、もう早やろうとか言ってそうめちゃめちゃいいんで、本当最後の最後まで気が抜けないですよ。楽しんでってくださいね。さっきなんですけど、みんなにも喋ってたんですけど、ローソンにね、小腹が空いたんで行ったんですよ。近くのね。そうそうそう、うん、そしたらですね、まあ、いろいろ買いたいもの持ってレジ並んだら、パッと見たら店員さんがカツラかぶってて、おじいさんなんですけど、なんかオレンジ色のこうマッシュルームのカツラかぶってて、で、白縁のでかいサングラスをここにかけてて、で、ほっぺに、星のラメのなんかシールを貼ってたんですよ。店員、怪しいでしょ。で、と思って3度見ぐらいしちゃって、でもここに名札があって、それはカツラかぶってないんですよ。なんで、あ、絶対カツラだと思って、なんか不思議な人で、で、エルチキ頼んだら、うん、何味ですか、チーズ味ですかって言われて、チーズ味ないのに、おじさん店員でしょと思いながら、いや、レギュラーでお願いしますって言って、で、なんか1万2円を出したんですよ。そしたら、はい、1万2円ですって言われて、普通お預かりですなのに、はい、1万2円ですって言われて、うんうんって思って、もう最後の最後にはですね、なんかおしぼりを、うんうん、あ、おしぼりをね、おしぼりをね、最初1個、2個ぐらい入れてて、で、最後に全部まとめ終わって、はい、おしぼりって3つぐらい入れて6個ぐらい入ってました、全部で2人なのにそう、だからなんか人間はね、ここまで自由に生きていいんだと思いました。ギターボーカルセーナです。なんで紹介だったんですか。そういう振りだったんですね。つなげた無理。つなげました。なんかもうそう、今日ですね、今日着てる服が僕赤色のチェックなんですけども、そうそう、秋鳥ファンの方々はですね、ご存知だと思うんですけども、春鳥さんがいつもちょっと前までね、赤いチェックを着てたんですよ。トレードマークみたいな感じだったんだよね。そうそうそう。で、昨日からですね、うちに来てて、今日の朝、今日僕これ着ていいですかってちょっと冗談めいて言ったんですね。あ、いいよ、もう俺着てないからみたいな感じでさらっとこう言われてしまって、ね、で、勝手にせっかくペアルックになる予定だったんですか。そう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 。勝手に、赤いチェックを受け継ぎました。ちなみにちなみにサイズはレディースです。達也です、よろしくお願いします。続いての曲をいきたいと思います。テストオブシーという歌を聴いてください。気がつけばいい。
ございます。秋鳥さんとですね、対バンするってのが実に1年以上ぶりぐらいなんですよ。すごいお久しぶりです、はい、で昨日からね、お泊まりしてくれてて、で私がね頑張って料理をですね作るってですね、そうするとめっちゃ美味しい美味しいって食べてくれるんですよ。二人がなんかうま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 とか言って食べてくれるから、なんか嬉しくて、なんかお母ちゃんになった気分です。はい、いつでも帰っておいで。ありがとう頑張るよじゃあ秋鳥との思い出の曲があるんですけど、ツーマンライブをしたことがありまして、その時に最後にねセッションで一緒に歌ってくれた歌があります。もう一度歌ってなんか思い出してもらえたら、懐かしんでもらえたらいいなと。キャンバスという曲です。白いキャンバスを今塗りつぶせ、とても不器用な夢だけど、例えば空の絵を描くとして、この青い色は何色だろう。時が経ち夕焼けを見たとして、どんな感情が溢れるだろう。例えば君の絵を描くとして、どれだけことがあるのだろう。消えかけてる子と生まれる子と、どれも本当で少し泣けた。何ができるんだこの子が動いてる間に。も強くって弱くもあって、もう進んでるだろう。
それでは次が僕ら最後の歌ですけども。マジかよ。ありがとうございます、渡部さん、ありがとうございます。私が重大なね、告知をしておこうかな。大事な大事なお知らせがあります。今年の8月25日、クラブクワトロでワンマンライブが決定いたしました。いい風だ、ありがとう。タイトルはその名もたっちゃん私をハネムーンに連れてってという。お願いします、たっちゃん、お願いします。まあ、僕っていうよりもですね、300人集めたらハネムーンに行こうっていう、はい、あの企画なんですけども、うん、300人ってことは皆さんが来ることによって僕らハネムーンに行けるので、うん、僕じゃなくてね、皆さん本当ぜひよろしくお願いします。お願いしますね。すごくですね、個人的な今、うん、なんだろう、風に聞こえますけども、そうじゃなくてですね、なんかもっと大きなテーマがその中に実は秘めてあって、僕らその去年の8月にこう結婚して、うん、はい、そしてこう家族となったわけなんですけど、その自分の家族だったり、うん、そのせいちゃんの家族に改めてその結婚したことによって、なんかすごくなんだろう、なんていうんだろう、すごくこう愛情が湧いたというか、愛着がさらに深まったというか、すごい、あ、家族って本当にいいなっていう、純粋にそう思って、だからこそですね、僕らのその8月25日の、ライブに、なんか来た人にはですね、その本当に家族っていいなって改めて、思ってもらえるような、そして家族にこうありがとうっていう一言を言える、たったそのきっかけになったら嬉しいなと思って、そういうテーマを込めて、8月25日、やりたいと思ってます。はい、ぜひぜひ自分の大切な人だったり、もうそれこそ家族だったり、一緒に来てもらえると、よりグッとなるかなと思います。ぜひぜひ、なんか僕らのためじゃなくて、本当に自分たちのために8月25日遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひぜひ、はい、栄クラブクアトロでお待ちしております。よろしくお願いします。同時にですね、CD も全国流通でリリースするので、そちらもよろしくお願いしたいなと思いますが、今 CD いくつか僕ら出しててですね、うん、歌方っていう CD が残りあと2枚って言ってたんですけど、実は車の中探してあと10枚ぐらいで眠ってたんですけど、はい、ちょっともう一回カウントダウンします、はい、300枚限定ということで、あと12枚ぐらいあるので、はい、ぜひぜひ、もうあとちょっと旅立ってもらいたいで、そうですね、うん、そちらも買っていってもらえると嬉しいなと思います。チケットもね、チケットもありますので、はい、ぜひぜひお声かけてください。本当にクラブクワトロという舞台を選んだわけなんですが、本当に背伸びをしてワンマンライブをしてきて、もうこのライブハウスもう100人以上呼べちゃっていっぱいだから、次もうちょい大きいとこやろうとか、そういう段階で来たわけではなくて、もう無理やりというか、うん、自分を本当に成長させたいし、そういう思いでクラブクワトロっていう大きい舞台をめちゃめちゃ伸びして選びました。ただ単に、不安も本当にあるんですけど、ただ単になんかそこから見た景色が見たいなって思ったんで、ぜひそれをみんなと一緒に見たいので、ぜひ来てください。最後は、出会ってくれた人みんなに感謝を込めた歌を大事に歌って終わりたいと思います。今日はどうもありがとう、その後でした。こんにちは、はじめまして。何度繰り返しできただろう。
初めまして、何度繰り返してくのだろう、さっき出会った君と僕もどこかですれ違ってたのかはじめまして。